お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、何のデッキを使おうとすげえ考えてて、まあマルチ動画をね撮ろうとしたんですけど、まあまあ結果がもうこんな感じで、もうどのデッキの動画を撮ろうとしても勝てないっていうので、もうトロン200近く解けましたね。はい、って感じで、動画を撮り始めて1時間ちょっとぐらい経ってて、やばいんですよね。やばい。マジで勝てないっていうので、何使おうと思ってて、マジで何しようと思ってるんですよ。で、今決めました。今たまたま見た、このビッグスピンさんですね。まあ今、ペッカが、結構強いな。強いなってことで、今、ただいまコピーしました。こちらで、まあ、泥上げかな。はい、していこうかなと思います。ということで、ペッカ雑兵工場でございます。はい、はい、ということで、いきます。いや、ほんに、もう、グローバル1位が6600何歩とか言ってて、今6000だから、600ぐらい、もう1位と下がるから、もう、やばいな。やばい、本当にやばい。マジで上が化け物すぎて、マルチ勝てないんですよね。本当に、どうしてトロが上がるんって思いますわ。マジで勝てない。悩みですね。最近の悩み。勝てない。本当に、シンプルに勝てない。さあさあ、あー、美味しい。俺は、もう、勝ったんじゃねってやつですね。もう、相手ジャイでペッカは美味しいけど、なんか、意外とペッカを使ってて思うのが、ジャイに対してそんな余裕じゃないっていう。あれって、ペッカってジャイに相性いいんじゃないのみたいな思うかもしれないですけど、言うほどそんなにっていう。いやー、今のフキアの位置見ました。エロいっすね。よいしょ。からの、あーいじゃーからの、はい、まあ惜しいというか、まあ2発殴ってくれれば十分みたいなのがありますね。はい。もうこれ見てる方多分みんな思ってる。いや、相性やんけ。はい。その通りです。まあその通りなんですけど、まあ勝てばいいみたいなとこありますね。ということで、とりあえず、ロイヤルゴーストとかザッピーは、なんか流しとけばいいみたいなところあるんで、流して、でまあ、ザッピーも流しとけばいいんで、流して、で、まあこれはペッカー合わせてあげればいいですね。よいしょ。で、このザッピーの強いのって、このセパレートしてると、この間に相手が逆サイフルブープとかもできないのが、ペッカじゃない、ザッピーの強みですよね。OK。で、今、ウッド使ったから、これでフキアも生きるし、やばい。おや ?OK!OK! これでコジョババ出したら、これだけでカウンター。はいはいはい。で、またザッピーを、後ろから出します。しかもなんで相手固めたんだろう、あれ。これとりあえず、5D や。でもペッカ出して、美味しい。で、このザッピーで相手にジャイ進まないから、で、今ウッド台で使ったんですよ。だから、これペッカの後ろにフキアもつけて、これで、あー、この逆サイ工場やったわー。一切になったっすけど。すけど、言うて、このペッカが入るみたいなところあるな。よし、よしよしよし。いや、これペックが入ったな。ああ、おお。おや、これ勝ちましたね。いや、ほんとに。いや、強っ。このデッキ強っ。初めて使ったわ。多分。これで落ちた。よいしょ。まあ、相性がいいな。いいっすね。はい。って感じで、まあ、特に説明してないんですけど、ゴーストは、まあ、流しとけばいい。ザッピーも後ろから流しとけばいいみたいな。で、あとは相手に合わせていって、まあ、基本的に守ったらそのカウンターで小城ババ出したり、延長入る前に流れを変えたかったら、もし相手が枯渇できだったり、そういう場合は後ろからケツペッカを出して、まあ、ユニット貯めてみたいな感じでいいかなと思います。やばい、これやった。エレキでターゲット取れてない。はいはい。これは、ロイグオスも出してあげて、痛い、オッケー、一発なら十分、一発で抑えたならいい。で、このゴーストが入れば、お得。
お得、超お得。でも吹き矢で防衛でいいかな。はい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 。あー、相手のスペルはザップと、まあウッドがファイボとかですね。とりあえずザッピーはセパレートしとけ。はいはいはい。でこれは美味しいな、このコウモリは。今これ相手あそこに出したから、この小女ババが届かない。あー、はい、ファイヤーボールで防衛ですね。でなんでここはもう後ろピッカーしちゃいますね。流れを変えたいですし、エリクサーのリード取ってるんで、今これ相手は結構無理したホグなので、ここですね。ここでどう攻めれるか、攻めきれるか。でここの吹き矢が意外といいんじゃない。いやらしい。相手ウッドザップかファイボーなんかとか。これはもうファイヤーボール打ってばペッカマジで入るっすから。はい、一発でザップ持ってよいしょ。はいはいはいと、まあ、これ勝ちましたね、勝ちましたね。このこれ防衛されてもされても美味しいですね。はい、勝った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 。いやー、やっとマジでやっと勝った。本当にさっきから2連勝っすね、これで。とりあえずここで、まあ、まあ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 、後ろペッカーっすね。こんな迫撃のダメージもういい。上げる上げる、4アド4アド。あのこうわかるっすかね、 DJ こうっていう選手、うん、あー、それは失礼しました。改名してとこう選手ですね。もう YouTube やってるんですけど、もう公的に言う、もう全てをアドに変える男なんですよね。相手がコジョババギャングとかしてきたら、もうコジョババギャングだから、何なこそ使ってるんですけど、それをもう守らずに、はい、7アドゲットみたいな。やばい、とりあえずやばい、とりあえずやばいっすね。とりあえず。で、コジョババギャング来て、7アドゲットってやばいっすよ、普通に。えってなりますもん。えってなりますもん。的な感じのこの的なやつですね。もう何言ってるか分かんなくて。おいしょー、勝ったからいいや、勝ったからいいや。はい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 。よし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 。待って、2連勝。いやー、これ3連勝あるな、3連勝あるな。よし、はいはい。よし。で、今回は、ゴーストとか、ザッピーがないから、基本的に待ちたいところですね。で、これ、アイスピだけ単体でそのまま来たら、アイスピにザップ打って、カード回せばいいかな。あ、これは、打つ。惜しい。で、どうしても、何もしてこなかったら、別にこのまま待って後半に行くのもすごいありかなと思うんですよね。相手がゴーレムかラバだと思うんで、もしラバだったら、まあ結構しんどいんですけど、ゴーレムだった時は美味しいっすね。よいしょ。はい、これはまあエレキかな。ペッカでも良かった気もするんですけど、正直どっちでもいいっす。正直どっちでもいいけど、今なんかバルキリーのこれとかもあるんで、取っておきたい感はあります。これもファイアーボール打っちゃいます。打っちゃいます。相手のデッキがいまいちわかんないです。やば。めっちゃ攻めてくるやん、相手。バルキリーマスケ。あ、おいしい。ホグ、ファイボ。ホグフリ？しかもゴブリンもあったっすね。ホグフリっぽいっすね。まあいいや、まあいいや。これはもう後ろペッカーやっちゃいますね。ここで、相手さっきちょうどホグ使ったから、今攻めれてこない、攻めてこれないんですよね。だからもうペッカー出しちゃいます。で、まあ、ペッカの後ろに、まあ、ザッピーでもセパレートして、まあ、1対2でも、コジョババつけて、おー！相手なかなかのデッキですね。さあ。いや、これしかもザッピーがターゲット取ってて、もう相手のインフレのタワーがもう無能。無能。よしよしよし。でもこれバルキリーとか来るんですよね。はい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 。まあ分かってますよと。
これはケツペッカですね。右側にホグが来るかもしれないんで、それを警戒して、いやでもこれやばい、ちょっとやばい、ちょっとタイミングが、これもザップ使っちゃいます。で、コジョババを先に飛ばしてあげれば、ここの内側でこれにターゲット取るよね、インフェルノタワーが。オッケーオッケーオッケー。で、このペッカ一回捨てて、一回捨てることも大事ですね。で、ここで結構決めたいですね。切り替えて、よし。で、ザッピー。まあ、ザッピーはどっちが2でもどっちが1でもいいですね。とりあえず、両サイドに攻めれたら何でもいい、みたいな。とこありますね。ここもファイブザップで、よいしょ。これもいいんじゃね、ザップって。そしたら、相手ゴブリンがいたから、ゴブリンで、タタタン。はい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 。けど、まあまあまあ、いい試合してますね。これしっかり後ろから形を作れば、なんかなんとかなりそう。あと相手2200と2300だから、焦らずこの形を作りたいですね。いや、待って、めっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しい。このマスケをいただけたらめっちゃ美味しくね。やばい、相手。めっちゃ攻めてくれよ。はいはいはい。はいはいはい。え、待って、今そっち、ファイヤーボール使ったら、あー、でも相手バルキリーがいるのか。これバルキリーで全部一掃されるもんな。いや、いや、待ってよ。おや？これあれっすね、この辺にゴブリン来る、ゴブリン来る、ゴブリン、ゴブリン来いよー。来なかったですけど、そしたらここにホグが来る。ホグも来ない。いや、来るんかい。これでフリーズ来たら泣くけど、ファイアボだった。よし。よし。よし。さてはワンチャンあるな。これも吹きゴブ出して。いや、これ、入る、入る、入る。オッケー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 。しかもこの吹きはめっちゃくちゃ強くね。で、これザッピーセパレート。あと1分半、1分半だから、ファイヤーボールこれ打っていいんじゃねみたいな。とかあるっすよね。打って、もうファイボーで削る。もう相手焦りインフィが出ちゃってますね。これ、吹き矢で、おいしい、おいしいっすね。おいしくいただいて、あとファイヤーボール何回か分かんないですけど、この吹き矢を延命して、いやらしい、いやらしい。で、ここでまた逆サイ吹き矢、もうこれ、これは勝った、これは勝った、もうもう勝った、よいしょー、オッケー。強えな、デッキが強え。よし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 。ということで、こちら、ペッカコジョババの、まあ、ザッピーデッキってことで、まあ、基本的にゴースト、いや、声がやばいことになった。基本的にゴースト、まあ、あれば、ゴースト下げたり、まあ、ザッピー後ろからセパレート出したり、で、まあ、守ってユニットあれば、それにカウンターだったり、まあ、後ろからペッカを出して、まあそのまま形を作っていくみたいなので、結構勝てるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、まあ良ければですね、こちらのデッキ、皆さん使ってみてください。あと、YouTube のチャンネル登録、よろしくお願いします。では、バイバイ。